日本国神奈川県川崎市多摩区摩区の区多摩区は、川崎市を構成する7行政区のうちの一つ。多摩川多摩川、細長い川崎市の最北端に位置し、新宿、渋谷、岩本町、大手町、丸の内などと内との交通網が発達しているため、川崎駅付近などの川崎中心部との商業的な、つながりは薄いが、稲田堤、中野島、 上戸と,といった府中北西部は府中をはじめとする多摩地域、宿河原などの東部は高津区とのつながりがやや強い。南部線がその例である。北は多摩川を境に東京都と接する。南には多摩丘陵が広がり、生田緑地は市民の憩いの場となっている。多摩川なしで有名である。特に上戸から矢野口にかけては生産地の中心である。 川崎区や幸区といった川崎市中心部の都市型、海洋性気候とは異なり、多摩区は内陸性気候となる。夏は暑く猛暑日が多いが冬は寒くなり、冬日も少なくない。最寄りの気温観測所である、府中アメダスは冬はマイナス5、摂氏6度まで下がり連日冬日を観測するが、そこまで寒くなることはない。むしろ、世田谷区などとさほど変わらなく、 摂氏3度を下回ることは珍しい。また夏は摂氏37度まで上がることがある。幾多緑地にある川崎市岡本太郎美術館玉区内では一部の区域で住居表示に関する法律に基づく住居表示が実施されている。なお、川崎市の町名の町名にはアラビア数字が広く使用されているため、町名欄はアラビア数字で統一している。 玉川の両岸に残る地名かつての上二村、下札村、泉村、宿河原村は、玉川の氾濫によって分断され、玉川の両側に地名を残している。玉川なし宿河原ももその他の羅防災その他、川崎市の中でも教育機関が多く、文教都市としての側面がある。私立公立公立、私立公立現在は廃止されてしまっているが、玉川を渡る。 交通手段として、私船が存在していた。2007年8月に観光地としての多摩区の魅力を PR するために、多摩区観光大使が新設され、区内在住の落語家、桂米太郎が就任した。遊園地ゴルフ場、ゴルフ、練習場テニスコート釣りボリーボーリング場野球場、プール玉少年歩道委員会子供110番。ありがとうございます。